今回は今後無料でゲットできるアイテム、まあ、無料報酬の情報っていうのがいろいろ出てきたよね。スキンだったり大会系、まあ、コラボとかクエストとかね。だから今回はそういう今後ね無料でゲットすることのできるアイテムについて紹介していこうかなと思います。一番最初は超簡単に傘を無料で入手することができるね。それがこの傘になってる。なんと8月の31日、まあ、土曜日か、その日についに今シーズン最初のランクカップっていうのが開催される。そこの無料報酬でこのグライダー傘がゲットできるね。50ポイント取ることで入手できるみたい。まあ、今シーズンのビクロイ傘のランクバージョンって感じ。まあ、毎シーズン来てるやつだね。これを、まあ、ランクカップで、まあ、試合数無限で、なおかつ50ポイントだけっていうのを考えると、超簡単に入手することができるね。まあ、もちろんね、ランク帯によって見た目も変わるよね。今回個人的にめちゃめちゃ値だと思うから、これは入手しておきたい。そして次は、最近 FNCS カップがあって、今シーズンのスキンだったりチャンピオンワックスが無料でゲットできるっていうのがあったと思うんだけど、あれがね、実はもう一度開催される地域がある。アメリカ NA サーバーのこの大会っていうのが運営がミスってたっぽくて、もう一度開催されるみたい。まあ、ちょっと問題があったためもう一度開催されるよね。まあ、ここでも前回と同じようにチャンピオンワックスだったりスキンっていうのを無料で入手できるチャンスがあるね。しかも無料のスキンっていうのが今受け取れないプレイヤーがいいと思うんだけど、これ間違いなく次のアップデートで修正されるはずなんよ。だから、まあ、このね2回目の大会とかで、まあ、ちゃんといい順位、まあ、1000位以内に入れれば無料でツルハシ、あとは今画面に映ってるアイテムスキン、エモートとか、この辺も無料で入手することができる。そして次は、これまだ確定とまではいけないんだけど、間もなくね、無料でスキンをゲットできるチャンスがやってくるかも。なんと、今後、ルビウスさんっていうストリーマーの方なのかな?のアイコンスキンっていうのが登場する予定になってるよね。まあそういう動画みたいな、フォートナイトとコラボするよみたいな動画とかもあって、これがね、アイコンスキンっていう風に言われてんだけど、最近のアイコンスキン、ストリーマーさんのアイコンスキンが登場した場合って、毎回大会が来てるんよ。まあ、一個前で言うと大会来てたよね。そういう感じで、このルビウスさんも無料でスキンをゲットできる大会が来るんじゃないかって言われてる。まあ、もちろんスキンだけじゃなくて、ルビウスさん関連の、まあ、セットのアイテムっていうのも無料でゲットできるはず。これが、8月入って最初あたりに見つかったから、だからそう考えると、間もなく、このルビウスさんのアイコンスキンを無料でゲットできる大会がやってくるかも。そしてね、次は今後無料でスキンを受け取ることのできるプレイヤーっていうのがいいね。しかもこの新しいギャラクシースキンを。なんと今後ね、新しいギャラクシースキンっていうのが9月22日に配布されるプレイヤーがいるみたい。なんと今シーズンが始まる前、今まででサムスン、あのギャラクシーのスマホだね、でフォートナイトをプレイしたことあるプレイヤーっていうのがこのスキン、そしてアイテムたちを無料で受け取ることができるっぽい。まあ受け取るチャンスがあるっぽい。まあもし2022年12月3日から8月16日の間、2024年のにサムスンでフォートナイトをプレイしたプレイヤーっていうのがいたら、そのプレイヤーっていうのが対象となるプレイヤーになって、サムスンデバイスで、また、9月15日までの間に、再びフォートナイトをダウンロードしてプレイすると、このアイテム、スペースタッチドセレニティセットっていうのを無料で受け取ることができるっぽい。まあ要するに、今シーズンが始まる前までに、サムスンで一度でもプレイしたことがあったら、対象のプレイヤーになる。そして9月15日までに再びそのサムスンでフォートナイトをやる。これが条件になってるっぽいね。まあ新しいギャラクシースキンってこれ以外の入手方法見つかってないよね。新しいスマホ限定スキンになるんかな。しかも無料でもらえる。次は今シーズン中にミニバトルパス、
イベントパスが登場するコラボが来る可能性が高いね。実は毎シーズン毎シーズンミニバトルパスが登場するイベントっていうのが来てる。まあ、今シーズン中も来る可能性が高いね。まあ、可能性が高いものっていうのは3つあって、まず1つがフォートナイトメアだね。まあ多分今シーズンの中でもトップに大きいイベントになってるよ、フォートナイトメア自体、ハロウィンイベントだから、そこへ登場する可能性はある。そしてもう1個がファンタスティック4になってんね。今シーズンの後半間違いなくファンタスティック4っていうのはやってくるっていう風に言われてる。まあ、ファンタスティック4のインビシブルウーマンと思われるミシック武器が登場予定だったり、まあ、そういう機能っていうのは開発されてたりとか、バトロワにファンタスティック4のキャラクターたちが登場してるとかね。あとはあのリークがあったりとか、あとディズニーがブログでね今後コラボするよって言ってるとか、まあ、そういうところから、まあ、ミシック武器も来るようなコラボになったから、まあファンタスティック4のバトルパスの登場する可能性が高いね。そしてもう一個がレゴフォートナイト関係で登場する可能性がある。前スターウォーズコラボでレゴフォートナイトにバトルパスが来たと思うよね。まあレゴバトルパスみたいな、ああいう感じで今後ねレゴ忍者号とのコラボっていうのがフォートナイトにやってくるっぽい。まあレゴフォートナイトに、まあアイテムだったり、まあ、キャラクターとかいろいろ登場するっぽいんだけど、そこでミニバトルパスが登場する可能性があるね。まあスターウォーズのバトルパスはもう終わっちゃったしね。まあこういう感じで今シーズン中にミニバトルパスの登場する可能性っていうのがあんね。そして次は多分1ヶ月以内にかな、とあるクエストっていうのがやってくる。なんとフォートナイト7周年バースデーイベントがやってくるみたいだね。まあ少なくても1ヶ月以内にはやってくるっぽい。次か次の次のアップデートでやってくるっぽくて、そこで7周年バースデークエストが登場予定だね。無料報酬付きのクエストが登場する予定になってるみたい。まあ毎年来てるしね。去年で言うとこんな感じ。バックにツルハシにスプレー。まあ毎年だいたいこういう感じなんよね。だから今年も、まあ、バックやったりツルハシ、これっていうのは7周年バージョンっていうのを無料でゲットすることができそうだね。まあ今回のケーキっていうのがギャラクシーっぽいよね。まあギャラクシーがテーマになってそう。だから今回当たりの可能性が高いね。そして次も似たようにイベント関係でクエストが登場予定のものがある。それがフォートナイトメアだね。フォートナイトのハロウィンイベントっていうのが今シーズンのマジの後半にやってくんね。そこではバトルロイヤル、クリエイティブのクエストっていうのが登場予定みたい。もしかしたら大群ラッシュとかも登場予定だから、そこでも無料報酬っていうのがやってくるかもしれないね。まあ、何が来るかはわかんないし、昔ね無料でスキンをもらえるクエストとかも来たことがあるから、まあ、何が来るとは言えないんやけど、まあ、多分バックだったり、まあ、ツルハシ系はもらえると思うよね。毎年もらえてるし、まあ、今回のフォートナイトメアでも無料報酬っていうのがやってくるっぽい。そして次はとあるものに加入してるプレイヤーが車関係のアイテムっていうのをたくさん無料でゲットできるっぽい。なんと近いうちにロケットリーグの方のシーズンっていうのが変更するっぽいね。そしてロケットリーグの新しいバトルパス報酬の一部っていうのがフォートナイトに対応してるっぽい。そしてなんで無料報酬がもらえるかっていうと、フォートナイトクルーにもともと加入してるプレイヤーっていうのはついでにロケットリーグのバトルパスっていうのをね、報酬として、まあ、得点としてもらうことができるんよ。だから、まあ、フォートナイトクルーに加入してれば、まあ、ロケットリーグちょちょって進めるだけで、まあ、バトルパスのレベルも上がるじゃん。そして報酬がもらえる。なおかつそれがフォートナに対応してる。だからフォートナにも送られるって感じで、いくつかのアイテムっていうのを無料で受け取ることができんね。少なくても、この車、この BMW っていうのはフォートナイトに対応してるっぽいよね。まあ無料で受け取れるっぽい。他にも、まあホイール、タイヤだったりとか、まあブーストとかいろいろね、対応してるものっていうのは、まああるはずだから、まあフォートナイトクルーに入ってて、なおかつロケットリーグをできるプレイヤーは、大量にね、車関係のアイテムっていうのを無料で受け取れるはずだね。そして最後は、
配信を視聴することでゲットできるアイテムっていうのがあんね。なんと来月9月7日と8日に FNCS グローバルチャンピオンシップがやってくるっぽい。まあ、世界大会みたいなやつ。これをエピックのサイトから視聴することでドロップ報酬がもらえるっぽい。まあ、それがこれになってね。1日目の配信を30分間と1時間視聴することで上が、2日目のやつを30分と1時間視聴することで下のアイテムを無料で受け取ることができるっぽい。配信を見るだけなよね。もうめんどくさいならつけっぱにしてるだけでももらえるんよ。しかも多分他の入手方法っていうのがない限定系になるやつだと思うから、これも受け取りたいね。まあ今現在分かってる今後無料でもらえる系、そしてゲットできるチャンスがある系でいくとこんな感じになってね。これ以外にもアップデートでもっと色々追加されると思うし、マジでね、今後のね、無料報酬楽しみだね。最近いいの多いしね。もっといいのも出てきそう。